はいどうも、アバンティーズのソラジーと鶴見とキョンちゃんです。どうもです。はい、というわけで初コラボです。はい、コラボ。ただいま原宿にいます。はい、まあ、原宿といえばファッションの街ということで、はい、お買い物でしようかなと。なるほど、素晴らしい。皆さんには一番ファッションの原点、はい、白 T を着てもらいました。なんで今回は買い物をしていくんですけれども、はい、1店舗ごとにお買い物ができます。なるほど。でもお買い物できるのは一人だけです。じゃんけんで勝った人だけです。で負け続けると勝てなかったら。そうだよね、真っ白 T で本日を終わると。いや、そうですね。はい、これから夜になってくるので、ぜひじゃんけんで勝ってもらいたいなと。わかりました。思うんですけれども、じゃあ早速ね、まあ、ブラブラ歩きながら、はい、ここがいいなってところで止まって、はい、お店選びから行こうかなと思います。じゃあ行きましょう。というわけで、何着たい？じゃあもうさ、もう端から決めようよ。手袋だ。うわ、すごいなんか沖縄っぽい。ちょっと待って、沖縄知らないでしょ。ごめんなさい、アロハに見えました、これが。アロハじゃないで。でもすごい、あったかそうっすね。ネクタイ、ネクタイ。いいじゃん、このことだ、ネクタイじゃんけん行こう。あれこれあれ、いいじゃん、いいじゃん。せーの、最初はグー、じゃんけんぽい。いや、嬉しくないじゃん。嬉しくないじゃん。せーの、最初はグー、じゃんけんぽい。はい、出たー。出ちゃった。じゃ買ってまいります。じゃあ一応ついてきてもらって。はい、じゃあこっちいるよ。はい、何欲しいっすか？手袋とか。まあ普通に、うん、普通に長袖になれればもう何でもいい。一旦ね、このスペース埋められればいいやん。ああ、そういうことね。そう、ちゅうことで俺がドンキで買った白 T なんですけど、1枚単価多分300円ぐらいの、こっちがシュプリームの白 T です。これが1枚単価多分1000円ぐらいするのかな。多分これだと気づかないと思うんだよね。これがレベル1ね。これがレベル1です。あー、気づかないよ。やっぱり来ないな。やっぱりキョンクマは洞察力が高いので、どの段階で気づくんだろうねっていう。適当。まあ、あのね、あんま分かりづらいとあれなんで、こうしときましょう。どうすか、成り立ってんじゃん。変態…成り立ってないでしょ。変態として、ね、変態が成り立ってる。そうかわいいですもん。でもこれ、いくらだったと思います？え、じゃあ、マジだといくね。3000円。どれ？400円。6000円。3000円。おぉ、すげえ。だってもうネクタイと来たら次手袋ぐらい行かないと。あれ手袋。手袋置いてますか？手袋あるよ。手袋あるそうです。お、最初はグー、じゃんけんぽい。いや、そんな悔しかった。最初はグー、じゃんけんぽい。はい、こっしょ。お、知らねえか。最初はグー、じゃんけんぽい。はい、こっしょ。まあまあ、あ、ぴったり。ぴったり。坊主にぴったりなんだね。この白 T 気にちゃった。ギリギリ乳首つけなくていいっすね。まあ、釣り行くは若干危なかったけどね。確かに若干ってか、まあ、アウトに入ってるけど。うん、飽きたら、まあ、でも晴れてる。来た、ありがとうございます。いいじゃん。いや、いいじゃん。やばくないこれ。白 T にそれはやばい。じゃあ次、普通にやっぱ寒くないですよ。さすがに着る？そう、一人ぐらい袖のあるもん着ていいんじゃない。そうっすね。じゃあこの通りで買えますか？この通りでマジ好きなの入っていい？ここの古着屋さんとかですか？はい、どうも。インナーを1枚着れるようにしましょう。アウターではなくインナー。なるほど。ニットだったり何でもいいね。アウターじゃなければ。なるほど。 OK。 せーの、最初はグー、じゃんけんぽい。はい、どう、最初はグー、じゃんけんぽい。うわ、クマさん勝利。ニットとかでも OK？ でも大丈夫です、普通に。何でも大丈夫です。行きます。あ、これ、危ない。それはおかしい。おお、すいません。ちょっとトイレ行ってきていいですか？トイレ。すぐそこにあるから、ちょっとミック待ってて。はいよ、キョンさんと。え、こんな姿で待たせるのよ、本当に。役者だね。役者だね。次のモンスターは
こいつノアこれ聞こえる結構好きなブランドなんですけど5500円、ついに白 T の中ではレベチな作りになってきてますね。結構高いっすよ5500円の白 T は。入れます。よいしょ。気づくんじゃない。もうさっき乳首の下りやってるから、ね、そう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 、バレるかなぐらいの感じで乳首の下りやってたんですけどいやもうだいぶ違う、だいぶ違う、だいぶ違う。なかったなかったなかったないの。めっちゃなかった。じゃあということで、はい、戻しました。野田さんのこちらです。はい、じゃじゃーん。いや古着屋さんのお買い物むずい。どれ見ても2万5000円ぐらいする。高っ。これ6000円のやつ。おやっと見っけて。じゃあいい感じのやつ見せる。超いいお買い物じゃん。超いいじゃん。確かに。次は、はい、そうですね、羽織るもの。なるほどなるほど。そうそうか、そこを分けていけるのか、うん、え、ちなみになんですけど、はい、これ下ダンスショップなんですよ。え、ダンスショップ、あのストリートショップの。へぇ、ここでジャンケンしよう。ギョンさんがお気に入りの店があるそうなんで。なるほど。やっぱ幸せになってほしいんで。まあ一人だけまだ名もなってほしい。まだ一回も名もなってないんで。せーの、最初グー、ジャンケンポイ。おおお、いけるかも。もうちょっと、まあいいや、まあいいや、俺もしばらくいいんだ。せーの、最初グー、ジャンケンポイ。おほほ、チェーズ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 。そしたら俺ゴールだ。そしたら、いや、そうだ、ゴールゴールできるよ。ちょっと不正業務、ちょっと不正業務、不正じゃない、ジャッジジャッジジャッジ、不正じゃない、何、まあまあ言いたいことはわかるけど、ちょっといやちょっとな、これなんかいや身内だからちょっとひいきするみたいになっちゃうけど別に大差ないよ。出てきたぞ、出てきたぞ、おい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 、ちょっとほぼほぼ仕上がりだね。なんでそんなに赤じゃん。です、富士登山の方。あ、ここいいっすよ。ここのね、なんかジャケットとかすごいあったかくていい。じゃあ、ここ行きます。ちょ行きますか。いや、そろそろ勝たない。はい、せーの、最初はグー、ジャケットポイ。おっ弱じゃんけん。弱っ。俺チョキ出すから。あ、心理戦だ。心理戦。じゃあ俺パー出す。青チームで心理戦。パー出す。絶対パー出すから。せーの、最初グー、ジャケットポイ。いや、俺待って待って、欲しくなかった。欲しかったよ。欲しかったよ。こいつ性格悪いから絶対出さんって思ってた。いやいや、だって聞いて、鶴見くんはいらないんだよ、もう。俺もういらないんだよ。だから、勝ちに必要ないから意地悪する必要もないってことは、いらんのよ、俺。今の心理戦やった時点で、そのうちがもらえる確率上がるんだよ。なのに、グー出すってことは、いらないのかと思われる。負けたら自腹だよね、これ。寂しい背中。負けたら自腹と一緒ですよ、それ。すげえな、今。ちょっと、うんこ行ってきていいですか。どうぞ。役者だね。そう、洞察力が高いから。じゃんけんのくだりちゃんと理論的に、そう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 、お前が負けに行ったのを言われたから。そう、見破ってんのよ、俺が負けに行ってんの。俺釣り目のこと全部見切っておいて負けに行ってるからね。ルイ・ヴィトン。これちなみに皆さんいくらだったと思いますか。4万5000円。これで本当に白 T だ。マジな白 T。はいはい。洞察力の高いキョンクマさんは果たして気づくのか。唯一見抜くポイントが一つあるの。ここに LV って開いてるんですよ。本当だ。でも今日のね、一日を通してキョンクマさんはマジでね、見抜く力がすごい。洞察力が、キョンクマさんめちゃめちゃ洞察力高いですよ。なんだ、洞察、いろ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 、なんか今日一日通してすげえ心理ついてくるからね。心物語心理ついてくる。あ、どうすか、僕つけてます。気まずい、気まずい。あ、十分気まずい。ちょっと触ってみてくださいね。なんか嫌だな、それ。どういうこと。どんだけ薄いかっていうのは
分かる、分かるけど。来た来た、ちょっと買ってきたんで。おおおおおいいやつ。え、何それ。ちゃんとしたアウター買ってきました。おお、いくらそれ。いくらだと思います。2万4000円。わ、近いな。分かんない。4万3000円。4万3000円。おお、ニアピン。俺もう暖かくなりすぎちゃった。寒いでしょ、寒いでしょ。だってソラチに関してはもうネクタイ取ってるもん。ほんとだ、取っちゃってるじゃん、ね、もうネクタイしてないから。うっしょ、気づいたけど。そう、というわけで、お気づきですか。お気づきですか。え、本日ドッキリをしていました。嘘でしょ。全然知らないんだけど。本日何のドッキリをしていたでしょう。絶対嘘、絶対嘘。これ楽しかった、これ楽しかった。楽しかった。本日、はい、僕ソラチ、こちらの白 T 4回着替えております。わかるわけないでしょ。いやそれが、え、あの値段をどんどん上げてってるんですよ。あれだと思う、あのドッキリじゃない方の企画の方が伸びると思う。やりたくて、この白 T 200円、1000円、5000円、4万5000円っていう白 T にどんどん着替えたんですよ。4万5000円、はい、なんでこのアウターより高いんですよ。4万5000円、4万5000円。あ、ビトンのマークついてる。え、ビトンなの。え、バカだ。だから洞察力の高いキョンクマは気づくのかっていう。待って、じゃあ気づかねえわ。さっきの洞察力の話されたとしたらこっぱずかしくてしょうがないんだよ。だから触らせたの。ちょいちょい白 T とかでも触らせてたんですよ。え、俺、あれ、じゃあ偽企画で寒い思いさせられてた。そうそういうこと。そうそうそう、一人だけ寒い思いさせられてた。そういうことだ。企画でここまであの組み立ててるのすごいと思う。トップのチームが大きな雪だるまっていうのは北海道ですか。北海道じゃないです。じゃあちょっとさっきの洞察力の会話回収しまってください。どういうことですか、あれは。なんかじゃんけんのくだりとかでも僕がミックに勝っちゃうと、僕が上着、アウター着るはめになるじゃないですか。どうしたら動画的にダメなんです。わざと負けたんですよ。そこを見抜いてたじゃないですか。なんで、ああ、そういうこと。なんだっけ。すごい、鋭いなって。本当にただポンコツなんだ。